この後も各地で風の強まりに注意警戒が必要です。いただいておりますリポートを見ていきましょう。新潟県長岡市からです。朝になってまた風が強まってきました。長岡市の山間部を走行中、ホワイトアウトになったため一時車を止めて撮影しています。先がほとんど見えず完全な視界不良になっていますとのコメントをいただいておりました。こちら車を止めての撮影をしていただきましたが、前がほとんど見えない状況ですね。では今後の風の予想も見ていきましょう。各地沿岸を中心に平均で10メートルから15メートルの風が予想されています。ところによっては15メートルを超えるような風が吹くところもありそうです。時間を進めて見ていきましても、午後になっても強い風は続いていきそうです。晴れているエリアでもですね、今日は強風に注意が必要となりそうです。夜にかけて特に雪の降っているエリアでは吹雪やホワイトアウトにも十分に警戒してください。ではそんなホワイトアウトですね、車やあとは風によって排気ガスによって雪が巻き上げられて視界が真っ白になる現象です。もし危険を感じましたらハザードランプを点灯させゆっくりと路肩に避けるようにしてください。また風が強いということで停電リスクも高まっております。停電対策見ていきましょう。有効な対策としてまずは懐中電灯をすぐに取り出せる場所に用意しておきましょう。情報収集のためのラジオや予備電池の用意をしておくと良さそうです。スマートフォンの充電もしっかりとしておきましょう。以上、今日の風について詳しくお伝えしていきました。